ご覧の番組は好きなことで生きていく YouTube の提供でお送りします。なんか朝郵便物が届きまして、イカちゃんの医師免許ですか、それが。そっち側映せないですよね、反対側。まあいいよ、別に隠すから。あ、そうなの。じゃあ、じゃん。114。あ、114って、あ、でもそこ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 。114回です。コブさん113税ですね。今年の人字綺麗だよね。今年のムカつくな。いや、そうそうそう、大臣、加藤さんは神ですからね。いやもう根本はやめたからいいんだよ。ダメ神だから。ダメよ、偉い人って字うまくなきゃダメって。そうっすよね、思うわ。俺偉い人にはなれないな。だから佐世保で申請したんだよね。そうです、地元ので、親に取り入ってもらって送ってもらったみたいな感じか。医師免許ってこんな封筒で送っていいんや。分かんないです、一応ファイルに本挟んでくれたから。でもこれ曲がるタイプのファイルだよね。そうです、防御力ほぼゼロ。案外ちゃんと綺麗にできましたね。俺まだ開けてないんですけど、うん、今開けたとこだったんで。その袋って東京でもらった時はなかったのよ。だからそれなんか佐世保の心遣いかもしれない。あ、なるほど、嬉しい、さすが佐世保。おー、何円出したらさ、その医師免許証を俺の鼻の頭に押し当てていい？おお、自分にも返ってくるぞ。お互いに医師免許の鼻の油を吸わせる。なんかもろもろの勧誘の書類がついてる。お、医師免許開封動画やん。おお。確かにすげえ、開けてみた。え、何が何、もろもろって例えば何？保険とか医師資格証。おお、必須ではないかもしれない。なんか医師会に入ってたら入れ、なんかもらえるとかいう。そういう系の。これなんだろう。情報？その情報サイトみたいな。へえ。え、もらわなかったな、そんなの。そこは手厚いですね。さすが手厚いね。東京はなんか本当に裸でピッて渡されて、まあ人も多いですから。え、これだけですかみたいな雰囲気出したら、帰れよ早いみたいな雰囲気出されて終わった。あ、そこ帰んな。俺区役所の何回か忘れたけど、何回かでもらった。じゃあ今日どうせ生放送しようかって言ったから、それを封入する生放送。おお、住所。ああ、ど住所、ど住所。ちゃんですか。いや、2つまとめて本ちゃんにあげようかな。お疲れ様です。どうもです。清介くんの医師免許もやっと、はい、役所に切ったのかな。はい、で取り入ってきて、え、これ逆の意味は、あ、ダメ、文字透けてる。うん、すっげすけ。あー、ごめんなさい。いや、もういいよ。やだ。ということで、はい、梱包して飾っていきましょうか。梱包するんだ。はい。梱包していきましょう。いいでしょ、君の個人情報なんて。は？誰も興味ない。いや、ちょい、待って。いや、俺は興味ある。入れてちゃんと編集してくれます。俺は興味ある。57、言うなって。だいたい100弱。ぐらいずれちゃいましたね。切りのいいバンダイから。これはあのバンダイがさ、1個56万バンダイじゃん。うん、57万バンダイ。5699とかなんかその辺。完全に後輩やね、だからね。関係ある？あらららら。はい、梱包。はい。じゃあ特にやることがないからカメラに決めポーズしてみて。今のなんだ、かわいいのは。かわいいのは。なんだ今のは。おい、おい、こら。今、長崎はやっぱ、医学は長崎からだからな。そういう授業があるらしいですよね。でも入らないんじゃないか。入らない。あれ？あ、全然いいよ。ちょうどあげなきゃ。
まさかの大工事が始まります。まさかの大工事が始まってしまう。そうそう、だからついでに外せるですね。これ乗っていいやつなんです。ダメなやつ。うわ、マジ。その場合イカちゃんもすぐ、お、こうしとけ。そっち側に倒れられたらもう知らん。はい、ない方がバランス。上だけ押さえときます。こっちから。令和2年施行第114回医師国家試験に合格したことを認証し、医師法により医師の免許を与える。よってこの証を交付する。ありがとうございます。さあ飾りましょう。重てえ言葉が。重いね、言葉重てえな。出てくる文字が。そろそろこの封印解除もそうですけど、自粛も解除されてきてるじゃないですか。はい。どっか行きました？全然ですね。ちょっと飯行ったぐらい。ちょっと飯行った。外食ぐらい。うん。本当にそれぐらい。なんかガチ飲みはまだやな。そうっすね。まだなんか飲みに行けるほどの、うん。ちょっと難しいラインぐらいですよね。その、少し増えると思うけど。病院の先生たちもなんか全然、行ってもいいんだろうけど、なんかちょっとね、っていう言い方してない？なんか、ま、みんなで集まるはまだかな、まだかな、みたいな。なんかさ、テレビとかで飲み会してる人を見ても、もう、もちろんね、やっていいと思うけど、私たちはね、みたいなことを言う人が。一応ねって感じが、うん。どっか、観光地的なところ、意味で行きたいところってあります？その、お店の業種とかじゃなくて。いや、君らでしょ。え？僕はもう東京人だから。え、行ってないでしょ？でも友達いなかったから。なんで喧嘩しちゃうの？足が止まらない。もう映る映る。ね、なんならじゃあ映るところでやって。そ映んないから。音だけで勝ったら表現しないで。キューブリックの手法。じゃあ、飾りますか。飾りましょう。下から飾っていかんと。じゃあ僕からで。もともと時計作り以外には興味のなかったユハネス・アイカンセンは、みたいな。うわすごい石免許ある。こんな石免許いらんわ。いらない。ストラックアウトする。2枚抜き。どれだどれだ。終わりなんですけど。特に何もないんですけど。特に何も落ちはないですね。コクローからのお願いです。この動画が少しでも面白いと思ったら高評価を、また見たいなと思ったらチャンネル登録、そして通知をオンにしていただくととてもありがたいです。